皆さんこんにちは非常識な教室経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは人生の迷子になっているあなたへあなたの人生生きてますかというテーマでお話をしていますはいこちらはですねノウハウというよりもマインドとかうんあとはどうあの人生を生きていくべきかとかそういったものをちょっと立ち止まって あの考えたらいいなっていう、まあ、議題提起というかですねあの皆さんがたまにこう立ち止まってね考えたりすることっていいと思うんですよ。で私も当然あの生きてきている上でね何度も天気と取捨選択分岐点こちらを選ぶこちらを選ぶっていう決断を繰り返して今の状態があるわけなんですけれどもあの迷子になっている方って、まあ、決断ができてない。 方が多いですよねなので決断をする時に、まあ、どういうことを大事にしたらいいのかとか、あのーまあ、どういうイメージでやってったらいいのかとか、まあ、そんなことをちょっとお伝えするっていうちょっといつもと趣が違うそういうお話をしていきたいというふうに思ってますので、はい、お付き合いいただければと思います。 はいそれではですねえっ、ー、と本題の方に入っていきたいと思います、えー、とまずですね、まあ、あなたの人生を生きてますかっていうこのタイトルにしたのは、まあ、理由があって、えー、と実はあのこちらのお話をする、えー、今日が実は二日前三日前ですかねはいあのクラブハウスでですね、えー、モノログっていうあの金杉さんっていう方が立ち上げているルームがあるんですでそちらのルームではあのまあ 著者さんも含めてなんですけど実業家の方とか、まあ、様々な経歴を持った方があのまあその金杉さんのご招待によりですね一人語りというものをやるのが、まあ、そのルームの趣旨になっているんですよ、えー、時間帯的には夜になります22時から23時半という結構遅い時間で あのお話をするというお部屋があってで私今回そちらのお部屋にあのご招待をいただいて私がお話をするという、まあ、そういう会だったんですよね。でまあ、何を話そうかなというふうに思った時にあの最近ですね私、まあ、いろんなところで、まあ、講演じゃないですけれども、まあ、セミナー的なものマインドのお話とかするようなケースが多くて、てその時によく聞かれるのが。 高橋さんは昔からそういう考え方をする人だったんですかっていう質問をよくあお受けしていることが多くてですねあのまあえー、結論から言うとそうですなんですけれどもね小学生の頃から、まあ、家庭環境のまあ、原因が多かったんですけども、えー、大人びた達観した小学生になっていて。 えー、今生きている私の行動指針のベースになっている考え方、まあ、その当時は非常識という名前は付けていなかったんですけれども常識を飛び越えるという意味で常識に縛られては生きていけないような環境で育っていたので、まあ、そちらあーで私のこう考え方というのは構築されていったんですね。でその時の時お話も、まあ、あの結構 いいお話っていうかあのドロドロした内容がめちゃめちゃたくさん詰め込まれている話なんですよ。えー、私がまあ小学生の時にどういう家に育ち、まあどういう父親で、でそれに対して母はどういう立ち位置でそこにいて、でそれによって形成された人生観とあとはまあ生死観ですね。死ぬ生きるの部分の生死っていうところのまあ死というものに対しての フラットな感情ですね私の、はい、とかあとはああのまあね、願いというか望みやりたいことはすべて叶えられるっていう信念を持って動いてきている、まあ、土台になる基軸みたいなねその考え方のお話をさせていただいてで反響がものすごく大きくって、あのー、すごく勇気づけられましたとか自分はまだまだできることがたくさんあるって気づかされましたとかまあいろいろコメントをいただいているんですよ。で そのせいあなのであのその動画そのものは1時間半2時間近くあるのでそれはそれであのあの下の概要動画で言うと概要欄ブログで言うと URL を貼っておくのであのご興味がある方はねあのドラマチックなあの小,説時小説は事実よりきなりみたいなね話とかあるぐらい小説なんじゃないですかみたいなぐらいの,あのノンフィクション。 でですねの、はい、の話を展開しているのであー私は別に決してめちゃめちゃ望まれた環境で今の状態を作っているわけじゃなくて、ま、だ何もないどころかマイナスの状態から今の環境を作っているので何も持ってないと思う方ほどエールを差し上げることになるんじゃないのかなというふうに思ってます。てて自分で構築をするる夢はあー見るももののじゃなくて掴むものだし 叶えるものだからそれこら辺はもう力づくっていう感じなんですけどね <laughs> たくましいとか言われたりとかしましたけどそういう私の思考の原点を語っているモノログの収録の動画っていうかあの ヘッダーっていうかアイキャッチはつけてありますけど音声なのでずっと音を聞いていてただく形になりますあの音楽も多分こんな音楽バックミュージックだといいなっていうのを私が勝手につけてあのやってるのでモノログの生の一人だけ一人で語ってるっていうならもうちょっとあの音楽がついてる分雰囲気違うかなっていうふうには思いますけど、まあ、そちら興味がある方は聞いてみていただいて、はい、そして、えー、と今日お話ししようとするのはそこから派生して。 まあそういうお話を私が最近するようになったからなのか新規の方とかあとまあ既存のねクライアントさんもそうなんですけれどもあのマインドの特に過去に向かい合わないと未来が作れないなという方があの目の前に現れるようになったんですよね。そ、まあ、それがが必必然だと思ってるるるんですその人多分救う必要があるから、えー、私がいる でその人は私を選ぶから私の目の前に現れるわけなので、まあ、タイミングっていうことになるんですけれどもじゃあどういうことが主に現れるかっていうとまあ、人生の迷子になっている方要は今まで生きてきた人生をかりそめの人生で生きてきていていよいよ本気で自分に向き合わなきゃいけなくなっちゃったようなタイプの人でそしてどうしていいかわからないみたいなタイプの方が目の前に現れるケースが多くなってきました。 なので今日はそれをあのモノログのこともあったのでテーマにしようと思って今お話をしていますで人生の迷子になっている方の私が見た感じの共通点っていうのが実はあって何かっていうとタイトルに掲げた「あなたの人生生きてますか?」っていうタイトルにしているということは「あなたの人生生きてませんよね?」っていう方が現れるんですよ で抽象的ですよね「あなたの人生って何なんだ」っていうのはつまり自分に嘘のない感情で人生を生きてるか生きてないかが仕事をする家庭環境の中での立ち位置を決める人と付き合う人間関係すべてに影響する羽目になってしまうんですよ自分の人生生きてない人は。 じゃあどういう人が生きてない人かっていうと人の期待に応えてその人たちがいいようにいいようにっていうふうに自分の感情はさておき人に奉仕するような状態で人生の選択肢を全て決めてきている人です。つまり自分の感情は一旦置いておいて人が喜ぶことに敏感なセンサーが働いて。 その人が喜ぶように振る舞うということでそこには実は自分がなかったりしていますここって結構難しい領域なんですよ無意識でやっちゃう方は、まあ、自己防衛本能、えー、子供っていうのは好かれたいとか認められたいっていう承認欲求的な部分っていうのは大人より強い場合がありますで、そうするとじゃ例えば親に褒められたいと思ったら親が 例えば、うん、そうだな学校でいうとテストで100点取ってくるとか例えばですよあとお客お母さんのお手伝いを喜んでやってるとか、まあ、それを本気で嬉しくやっていて本気であの勉強も大好きでなんだか100点取れちゃったよっていう分には問題ないんですけど問題は親が喜ぶからとか誰かが喜ぶからということを自分の欲求とすり替えてずっとか 生きてきててた人は自分のの本当の要求がが見えなくなくっっちゃるるケースがあるんですよそうすると実はよく掘っていくとそれって本当はやりたくはないこととかをいいですよと笑顔で言うとみんなが喜ぶでみんなが喜ぶ顔を見るのが嬉しいから喜んでやる風邸を装うんです。 だけど本当は自分の心の中ではそれどうなのかなって思っている疑問とかがあったりするんですよ。もうこのの時点ですですにに自分の心に嘘をつまり自分の心と行動が一致していない人はバランスが崩れますどこかで必ずそして必ず見つめ直さないと一歩も前に進めなくなる時期が来るんですで向き合うのを、えー、意識的に避ける人もいます。 パンドラのの箱を開けるかのごとくそれを開けた途端に例えば自分が自分のことをものすごく汚い人心が意地汚い人そんなの人に見せたらきっとみんなに嫌われるって思っている人は絶対に本心言えませんこここ難しいところなんですけどね本心を言っても自分は、まあ、もちろん嫌われる人には嫌われると思いますよ 嫌われる人には嫌われるんだけれども自分を理解してくれて愛してくれている人はそこで自分を切ったり嫌いになったりしないという確信を持てるかどうかなんですよ。で嘘の人生を生きてきてる人ってそれが怖いから絶対にそれ見せないようにして生きていくんですよ。そうして溜まっていく自分のストレスと嘘をついてきた自分の姿がどん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 膨らむと。 自分が本当は何をしたかったからすら意識の底に沈められてしまってみんなが期待する素敵な自分というのを振る舞い続ける限り自分は愛されて頼りにされて存在価値があるというふうに思ってしまうところに陥ってそれがどうしようもないところの爆発寸前のところになって初めて自分は何をしたいのかがわからないこの先どうしていいのかわからないという壁に当たります。 そういうい方が目の前にねあの、よく現れるようになったんで言ってるんですけどつまり自分の欲求と自分の心とやろうとしていることを素直に一致させる方が人生は豊かに楽しく暮らせるよとその段において去っていいく人は仕方がないんですあの。それを気にしてその人の機嫌を取った人生を生きると人の人生を生きることになるので要は 期待に応えた人生を生きることになるんですよね。お子さんがいる場合、確かに難しいのはわかります。子供を育てなければならないという。まあ、私個人的には、あの、そこには本当は疑問を思う部分はあるんですよでは、ね、ならないっていう言葉まで使うべき内容なのかっていうのは、個人的には疑問はあります。でも、この議論をごすると、あの堂々巡りの話になりそうなので、これは一旦置いておくんですけれども。 自分が常識と思っていることを常識ではない常識を作ってしまえばそれが自分にとっての常識になるから既成概念に縛られすぎる必要はないということを理解した方がいいと思っているんですよ。親がそう言ったからとかこうやれば誰かが喜んでくれるからとかで私は聞くんですよ「あなたはどうしたいの?」って。あなたたはどうしたいの で自分の人生生きてない人はいい顔して生きてきていて嫌われるのを怖がって生きてきているのであなたはどうしたいのって言われた時に意思が見えなくなっちゃうんですよ自分が本当はどうしたいのかでたまに、まあ、見える人もいるんですよ私は本当はこうしたいですって本当はもっときっちりしてなくてだらしなくて情けなくて何にもできないのが本当の私なんです。 っていうふうに言うんだったらそれを本当は見せればいいんですそのまんまでないと会ってこないんですよ整合性が誰かのために誰かの期待に応えるために動いてるっていうのは本当のあなたの人生じゃなくてやりたくないことをいやいややってるあの理解してやってるのは別ですよ自分の試練として理解してやってるのは別なんですけど誰かがそう言うからそれに期待に応えてると喜ばれるから っていうことに自分の喜びを見出しすぎると人生の迷子になるんですよ。で必ず破綻する時期がきます。本当の自分は眠らせてるだけだから、それが起きてくると、やってる行動との帰りに疑問を持ち始めると、自分の心身のバランスが崩れて、心が壊れる方もいらっしゃるし、体が壊れる方もいらっしゃいます。だから健全な状態を作るっていうのは。 自分の心が楽しいと感じることを楽しい状態の方に持っていくっていうことを常に意識しながら近づけていくっていう努力をすることが必要で偽ることが正しいことではないんですよ嘘に嘘を塗り重ねると身動きが取れないほど嘘の雪だるまができていくので本当に自分が動けなくなっちゃうんですよだからそこをどうせやぶ打ち破らなきゃいけないとき雪だるま化しちゃったら それをバーンって打ち破ったらバーンってそれが解ける時にそこから出てきた自分を他の人は果たして受け入れてもらえるのかっていう他者に対する信頼とあと自社に対する信頼自分に対するだから信頼がないとできないんですよじゃあ私はどうだったんですかって言ったらもともとどちらかっていうと人は人自分は自分っていうタイプだったんでそれが親だったとしてもです 親に対ししてても意見は言っていましたあのその意見に対して理不尽で感情的に抑えようと抑えつけようとしていたのが、まあ、うちの父親だったんですけれどもあのそこに対しても最初は言ってたんですねだけれどもあ力とね暴力でねじ伏せるわけですからこれはもうお話の土俵が合わないよねっていうことで早く家を出たかった。 そのためには稼がなくちゃいけなかったから自分で頭を使って体を使って最大限稼げる状態を作っていくっていうのは子どもの頃からやっていたんですだからあの自分の意思を主張しないと自分が何者であるかをまず自覚することができないのでその先に進むことができない。つまりり親の期待に応えたりとか えー、いい子でいるっていうことは他人の人生を生きていることになっているので自分の人生を生きていることになってないんですよ。で自分が素直に思うことを素直に発してそれに賛同してくれる人が集まって一緒にいてそして人間関係ができていくのであれば自分の表の気持ちと裏の気持ちが乖離してないので心身壊れるっていうことがないですよ。 でこれはあの誰か一人の話とかじゃなくて最近の私のところに現れる方のご相談の傾向がそういう傾向だからまあよく「本当は何をやりたいの?」「あなたは自分はどういう人間として生きていきたいの?」っていう話をすると答えに詰まる方は誰かの期待に応えて生きてるっていう方が多くてそれってやっぱ他人塾で生きてるんですよね。 自分軸ではない自分のご機嫌ないしは喜びまあご機嫌って私は言ってるんですけど自分のご機嫌は自分ででるんですよだけれども他者に依存している方の人生の生き方だと自分のご機嫌も他者が喜んでくれてご機嫌が取れるようになるのでその人が例えばそれをいまいちっていう状態になったり。 してあなたに対してね評価を下したりすると途端に自分のマインドが揺らいでガラガラガラッと落ち込んで暗くなっちゃって,ってでもそれはその人がそう思うだけで自分がそう思わないんだったら修正と調整をしていけばいいだけの話なんですよねだから自分の中で他人軸で行き過ぎちゃってるとすべて顔色を伺うことになる あとその人が期待している自分でいようとするとそれをもう最初から作り始めちゃうと途中でそのブランド捨てられなくなっちゃうんですよ。なんとかさんはこれをきっとやってくれるだから頼んだニコニコしながらはいやります次にもっと難しいこと聞た本当はやりたくないでもできるよねって言われて期待してるよはいわかりましたそしてどんどん雪だるまが大きくなっていって結局どっかで破綻しますだって本当は自分ができないと思ってるしやりたくないと思ってることだから。 たとえ大人であってもそれをどこかで一致させなくてはいけない時期が来ます。先日本田健さんの大富豪 からの手紙っていうところで非常にいい本なのでぜひ皆さんにも読んでいただきたいし私もさらりとは読んだことあったんですけど今回「あの耳ビジというクラブハウスの中で下妻豊子さんという方があの非常にこう心に響く朗読をしてくださっている中で改めて読み直すともう本当に今の私とかあの今それをメッセージを受け取るべき10年以上前の本なんですけど。 受け取るべき人たちのためにまさに書かれた普及の名作だなぁと思ってあの読んでいるので、まあ、そこの中のね一つの,あの事例もちょっと挙げたいと思うんですけど、まあ、その後ろの方にですね運命と宿命の話が書いてあるんですよで宿命っていうのは字の通り宿る命なので自分が生まれた時に決まっているものそして運命は運ぶ命なのでどうやって生きるかは君が自由に決められるというふうに書かれています。 だからあの皆さんは私ってこういう家に生まれたしとか私ってこういう人だから誰かがみ見ているその絵のように生きるっていうのは宿命に翻弄されてていいるる絵だと私は思っているんですよ運命って自分で変えられるし自分で切り開けるから宿命があっても運命って変えられると思っていて実際に私は自分の意思によって 自分の環境と運命を20年以上かけて変えてきていますそして今の状態になっています願うことはすべて叶うと信じているからすべての願いが叶っていますこれは嘘偽りないあの喋ってるからちょっとあの誇張して言ってるんだろうって思う方は実際に私に会いに来て話を聞きに来てください私が何十年前に願った願いでも一番かかったのが25年越しですけどすべて叶えています 一見他の人が無理じゃないって思うこともだから私は未来に向かっても絶対にできると思っているしまあ志半ばでどうにかなるっていうこともねあるのかもしれないですけどだから人っていうのはまず自分っていうのは自分っていうその存在そのもので価値があると自分がまず思ってあげなくてはいけないということ。 そして誰かの人生を生きるんじゃなくて自分の人生を主体的に生きるということは決断をしてて動いいいくととうことが必要になるんです。だから人生の迷子になるって言ってもとりあえず何をあなたはしたいのか何が心が一番喜ぶのか何が一番ワクワクするのかっていうそれがお金とか時間とか環境とかを全部取っ払って足し死ぬんですけどって仮に言われたら。 何を一番したいかっていうそういう刹那に一旦自分を追い込んでみて本当の本当に欲しいものを見つめ直すっていうのもたまにはいいんじゃないのかなと思っていますなので、あのー、私は運命はあのいつでも変えられるし、えー、明日にでも変えられると思っていて変えるためのポイントを自分で切るかを切るっていうことですねでそれによって迷いっていうものからすぐに抜け出せるはずなんですよ だから迷ってる人に必要なのはどっちの方向でもいいから決断して動くこうすると運命の歯車が動き始めるから必要な出会いとか必要な人に会えてそして助言をもらったりとかどんどん世界が変わっていくから実は決めた瞬間にもう未来は決まって。で 未来にに向かかっててて動いいいく風に見えてるのかもしれないけど、私は未来から過去を作るっていう言葉を本の中でも書いているんですけれども未来が決まった瞬間にもうそれって過去になっていくんですよ今を飛び越えてでさらにその先にまたもう一個の未来があるっていう決断の連続によってどんどん未来の選択肢が増えていくっていうそんな感覚をあ特に感じているので、まあ、人生に迷っている方は あの特にねそんなことを考えてみていただければいいなと思っていますではまとめていきたいと思います人人生生生のの迷子になななってていいるああたたへあなたの人生生きていますかこちらに対する回答は自分の宿命は変えられなくても運命は変えられるそして未来は自分が決断をした瞬間にすでに手に入る。 というその感覚を理解していただけると迷う時間がもったいないっていうのがおそらく分かっていただけるかと思うので、はい、あのそういった形でね皆さんの人生が少しでもより豊かなものになりますようにということで、えー、今回のお話は終わりにしたいと思います。それでは